高岡信用金庫は、富山県高岡市に本店を置く信用金庫である。通称は、高信。ATM では、北陸地方3県内に本店を置く信用金庫のカードに限って、ATM 利用時間内にかかわらず、入出金手数料が終日無料で利用できるほか、北陸3県以外の信用金庫のカードでも、平日8時45分から18時の入出金。 土曜9時14時の出勤に限り手数料が無料で利用できる。2018年6月2日、当時の理事長が高岡市内で酒に酔った状態で運転し、富山県警察に道路交通法違反で現行犯逮捕された。この責任を取って当時の理事長は同年6月4日付で理事長を辞任した。本店別館内に設けられた 高峰基地の功績を紹介するコーナー。本店別管理設置の広報公演は、高地アスタージェの発明者、アドレナリンの発見者、高峰基地の生誕の地であることから、2017年12月1日に開設された。ABC、高岡新近理事長に、吉岡市理事長は、辞任酒酔い運転容疑で逮捕。日本経済新聞、HTTPS、 www. 日経 .com アーティクルヤクスムーズ十31334870 U8A600C1LB000 2020年2月12日閲覧 ABCD 高信について高岡信用金庫の概要を2021年8月16日閲覧北日本新聞2018年8月15日付長官4面 トップを走る2018夏により、日本経済新聞2017年5月16日付記事、高岡新勤、土蔵建築の新本店公開クロシックイの壁や、金属工事、来月21日に初商談会、高岡新勤本店、ハット AB、新勤前理事長を、書類送検酒酔い運転疑いと山、産経ニュース、 https://www.sankei.com/.west/.news/.180911/.wst1809110062-n1.html2020 年2月12日閲覧ありがとうございます。